前線、気象、気象でいう前線、前線、ウェザーフロントとは、二つの気団が接触した時に、生ずる不連続面、前面、前線面が、地上と交わる線のことを言う。気温の分布を見ると、前線に当たるところでは、気温や風向、風速が連続的ではなく急激に変化していることから、かつては、不連続線とも表記された。 不連続線は意味上誤りではないが、20世紀半ばから前線にとって変わられた。前線は寒冷前線、温暖前線、停滞前線,前線、閉塞前線に分類される。温暖前線は暖気の流れる方向に、寒冷前線と閉塞前線は寒気の流れる方向に移動する。一般的には、偏西風の影響を受けて西から東へ動くことが多いが、 停滞前線はあまり移動しない。前線が通過する地点では、気温、風、風向、風速、寒気側が、相対的に高圧になることから等圧線を折れ曲がり、気圧が急変する。軽圧大気における延長循環は、大気境界層において顕著であるが、自由大気では、地高風が卓越し、高度が上がるにつれ認められなくなる。寒冷前線は、 冷たい気団が暖かい気団に向かって移動する際の接触面で起きる。日本付近をはじめ北半球では主に温帯低気圧の進行方向方面に南西方向に連なって伸びる。寒気と地表の間に抵抗があるため、上手のように寒気が上空に張り出した形で気団が移動する。寒冷前線が通過すると気温が急に下がる。長く連続した雨になることは少ないが、 積乱雲が発生するため、短時間で強い雨をもたらし、雷や突風、氷を伴うことも多い。また、温度差が大きい場合、竜巻が発生する原因になる。温暖前線は、暖かい気団が冷たい気団に向かって移動する際の接触面で起きる。日本付近をはじめ、北半球では、主に温帯低気圧の進行方向前面に、東西に連なって伸びる。 暖気が寒気に乗り上げるため、上手のように一様に傾斜した境界面ができる。温暖前線通過時には気温がゆっくり上昇する。暖層雲が発達し、ある程度連続した雨が降りやすいが、その降り方は弱い。ただし、東、シナ海上からの暖かく湿った空気が温暖前線に流れ込んで、活動が活発になると、温暖前線特有の地雨性の降雨でなく、 どちらかといえば寒冷前線の通過時にあるような非常に激しい雷雨になることがある。前線の通過に伴い、南寄りの風から北、または西寄りの風に変わる。日本付近では、温暖前線の北側を吹いてくる東風、寒気段が長らく、太平洋上にあるため温められるため、前線通過時でも、あまり気温の変動がない場合が多い。停滞前線は、 暖かい気団と冷たい気団の勢力が等しい状態、またはほとんど移動しない状態で接触した場合に発生する前線。上空の風向と前線の走行が平行になっていると停滞前線ができる。停滞前線は多くは東西に伸びているが、南方の暖気団と北方の冷気団との相対的な勢力により、 南北に上下運動をするので、前者が打ち勝てば前線は北上し、後者が打ち勝てば前線は南下する。雲の状況と雨の降り方は、温暖前線に似て、長く連続した雨が降る。南海上から暖かく湿った空気が流れ込んで、活動が活発になると、積乱雲が発達して、大雨になることがある。梅雨前線、秋雨前線などが代表例である。その他、 春の夏熱湯寺や晩秋から初冬にかけてのサザンカ梅雨時のぐずつき天気も本州南岸沿いに伸びる停滞前線に近することが多い。温帯低気圧から伸びる温暖前線と寒冷前線では後者の方が進行速度が大きいため低気圧の中心近くでは寒冷前線が温暖前線に追いつき閉塞前線となる。 温暖前線の前の寒気と寒冷前線の後ろの寒気とは通常わずかながら温度差があるため寒気同士が接触するとその上空に暖かい方の寒気が押し上げられる。なお、閉塞前線を伴った低気圧は暖気が上空に押し上げられてしまうため発達のためのエネルギーがなくなって弱まっていく。相関スケールの気象を表現する天気図には描かれないが メソスケールで見ると、風向、風速や気温が急激に変化している線が現れることがある。この場合も、蒸気と同様の呼び方をする。積乱雲に伴う雷雨の際に、対流、発散、収束によって発生することが多く、この時の寒冷前線を、特に、ガストフロントと呼ぶ。乾燥帯前線。蒸気の4前線が、温度の不連続線であるのに対して、 ドライラインは湿度の不連続線である。乾燥した気団が蒸気の前線でいう、寒気と同じようになんか、闘進し、湿った気団に衝突すことが多い。アメリカ合衆国では一般向けの天気予報、天気図にも用いられる。寒冷前線に沿って、または先行してやってくる前線。 元々寒冷前線の同義語であったが、激しい雷雨に伴う寒冷前線前線を表す語として用いられるようになった。激しい降雨、荒れ、氷、雷の多発、継続した、強風、竜巻などの突風をもたらすのが特徴。アメリカ合衆国では一般向けの天気予報、天気図にも用いられる。ウィンドシアが細長く分布するもの。二種類の用法がある。 気圧の低い場所が細長い帯状に並んでいるものを気圧の谷という。気圧の谷といった場合、地上にできるものを指す場合と上空にできるものを指す場合がある。地上のものは上空のものに比べて重要性が低いとされるが、前線に成長するものや前線から退化したもの、低気圧に発達するもの、メソスケールの低気圧が現れたものもあり、アメリカ合衆国では、 天気図上に示される。熱帯収束帯付近などで、高気圧の変炎部や低圧部にできる気圧の谷、熱帯低気圧に成長することがある。アメリカ合衆国では、天気図上に示される。時間の経過に従って、水平温度経度が急になるとき、前線強化過程、フロントゲネシス、フロントジェネシス、英語、フランジェネシスにあるという。以下の図は、 典型的な前線強化過程を示すものである。随一の変形上で上下方向に線対称の空気粒子のペアを観察すると時間が経過するにつれて空気粒子の間隔は狭まる。もしこの図において等温線が横軸に対し少しでも水平である場合温度経度は急になる傾向にある。図2に示すような収束状の場合対抗する流線の粒子ペアの間隔は時間の経過に つれて狭まる。ゆえに、等温線が流線に一致する場合を除き、温度経度は急になる傾向にある。前線強化過程に対して、時間の経過に従って、水平温度経度が緩やかになるとき、前線消滅過程、フロントリシス、英語、フランリザスにあるという。収束上では、同等圧線上の任意の空気粒子のペアの間隔は、 時間の経過につれて狭まるのに対し、発散上では時間の経過に従って、広くなる。低気圧では前線が明瞭であるが、高気圧で前線が認められないのはこのせいである。温暖前線や寒冷前線などは、循環構造によって違った気流や雲の出来方になり、降雨のパターンも異なる。一般的に前線面で接する暖気と寒気が共に下降傾向に、 あるものを、片前線といい、遠直循環が弱いため相乗の雲が広がり、雨も弱い。前線面で接する空気の一方あるいは両方が上昇傾向にあるものを、穴前線といい、遠直循環が強いため対流雲が広がり、雨も強い。片は、片バティック、穴は、穴バティックに由来する。中間的な性質を持つ前線も多い。 穴型の寒冷前線の前方には型型の温暖前線。型型の寒冷前線の前方には穴型の温暖前線があことが多い。また、型型の寒冷前線の場合は次のような現象が起こることがある。型型の寒冷前線では、下層よりも中層や上層の風の方が強く、寒冷前線を追い越して前方に、寒冷前線に沿う北向きの 暖かく湿った気流、ウォームコンベアーベルと WCB が存在する。一方、寒冷前線から東向きに乾燥した気流が流れており、これが WCB の上に乗り上げる。そこで寒冷前線の東側上空に上空寒冷前線という前線が発生する。本来の寒冷前線と分裂、スプリットした上空寒冷前線を総称して、 スプリット前線という。このパターンでは、寒冷前線付近では、背の低い大流雲からやや強い雨、上空寒冷前線の下では、背の高い大流雲から強い雨が降り、温暖前線は穴型になることが多く、ここも雨が強くなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。